はい、ゆめです。こんにちは。どうも。今日8月の20日、東京ディズニーランドに来てます。暑い。見てこの照り返し、背景白飛びして、もう俺の顔も真っ黒ですよね。いやー、めちゃくちゃ暑いです。で、このクソ暑い、この超暑い、このディズニーランド、感染症対策よりも熱中症対策の方がね、どうなってるか気になりますよね。はい、なので、この超暑い、この高温のこのラウンド、一体今どんなふうになってるのか、早速潜入レポートしたいと思います。行ってきます。はい、さすがに今日帽子持ってきました。すごい昔にこれ何回かこれつけてパークレポしたことあるの、多分覚えてる方いますよね。これモンベルの帽子なんですけど、はい、モンベルって書いてますね。モンベルとディズニーシーのコラボの帽子です。そして今日風が強いんですよね。まあ、ね、風が吹いてる時は涼しいんですけどね。はい、まあまあ、とにかくね、早速行ってみましょう。行ってきます。はい、インしました。時間が今中途半端でですね、見てください、本当に人がいない。いやー、エントランスグリとかも特にアトモスもないから、もう人がですね、やっぱり日向はやっぱ危険なのでね、みんな日陰を使って移動してるんですよね。いやー、本当にね、身の危険を感じるほどのこの太陽ですね。じゃあちょっとパークの中こんな中行ってみたいと思います。はい、ワールドバザール来ました。うん、ワールドバザールはね、屋根がこれ半透明なんですけども、それでも全然マシですね。表よりもやっぱ若干涼しいです。歩きやすい。今時間ちょうど12時ですね。センターズとコーヒーハウスはめっちゃ並んでます。やっぱこのモカと、それからスービアのコースターかな、これが人気ですよね。イーストサイドカフェは並んでないですね。なんか普通にスタンバイでも街一組二組とかで行けそうです。北斎も今なら普通に行けるっぽいかな。はい、じゃあですね、またパークぐるっとアドベンチャーランドの方からですね、順番に左回りで、紹介したいと思います。行ってきます。はい、プラザーテラス出ました。はい、熱中症対策グッズ、熱中症対策としてですね、いろいろと今日用意してきました。まずこの帽子ですね。はい、このオレンジのモンベルのこの帽子、はい、さすがモンベル、いいですね。これだけでもね、随分違う。ちょっとね、サイズがちっちゃいんですよね。L サイズ買ったんだけど、頭大きいので、はい、ちょっとサイズがちっちゃいんですよね。でね、ちょっとなんかね、ノッポさんみたいに言うてるんだけどもね、まあ、それどころではないので、やっぱ、死んでしまうので、ちょっとやっぱりね、まあ、そういうこと言う、ね、そういうこと言う、もう言ってらんない。はい、帽子であると随分違います。はい、そして日傘ですね。日傘は本当にいい。いやー、日傘必須ですね。はい、デザインこんな風ね。はい、めちゃめちゃシンプルなこういう男女兼用日傘売ってますので、日傘あると本当に楽ですね。日傘おすすめです。っていうか、もう必須ですよ。もう必須必須。はい、あとですね、最近コンビニで売ってる、この冷凍のカチカチに冷やしたこのドリンク、これペットボトルね、これ売ってんですよね。カルピスとか麦茶とかね、この緑茶とかね、の何種類かあるんですけども、俺はこのですね、多いお茶 この緑茶を凍らしたやつ、これが大好きで、まあ、よく買ってます。はい、これですね、今年発売新作のですね、ペットボトルホルダー、これ発売しましたので、はい、これ買ってきました。で、これにこのように入れてカバンにぶら下げて飲んでます。これおすすめです。はい、でマスクもですね、周りに人がいないときはね、外して歩いても構わないので、感染症対策とか言ってると熱中症になってしまうので、熱中症と感染症とどちらも同時にね、気を配って対策していかないといけないので、ちょっとこれ大変ですよね。はい、じゃあパーク一周してきます。はい、まずカリブね。カリブ何分待ちだろう。でもこの日向の旧エリアが本当これかわいそうだな。ゲスト日傘がない人辛そうだな。はい、そしてですね、ロイヤルスルトベランダも閉まってますね。で、例のですね、あの特大タピオカドリンクのとこ空いてますね。3人、2人3人ぐらいしか並んでません。
はい、カフェオーリンズ来ました。カフェオーリンズは閉まってますね。そうそう、新しくねパイレーツの海賊グッズが発売になったのでちょっと見ていこうと思います。これこれ、新しくですねパイレーツカリビアン の、 このミッキー、ルナルド、グーフィーがこの海賊になりきってるこのシリーズ、これ最近発売になったんですよね。めっちゃいい。これランド1000倍なんですよね。今ね海賊ショップのねゴールデンガリオン出たんですけども、ガゼーボのタピオカ全然空いてますね。てか本当に分かる、これ本当に人いないんだよね。今時間12時過ぎなんですけど、これやっぱりねその熱中症と感染とダブルでやっぱね行こうと思ったけどやめようぜっていう人が意外とこれいるんじゃないのかなってちょっと思ってます。実はオンラインで買ったチケットって未使用だったら日付変更できるんですよね。俺実は一回やったことがあって行く気満々でいたんだけども、あの行けない日があったのね。でどうなるんだろうと思ったら、未使用だとオンライン上で日付変更できるので、もしかしたらですねこの連日のこの熱中症のね、はい、このニュース報道とこの気温を見てちょっとこれもうちょっと涼しくなってからにしんみたいな、そういう人がもしかしたら結構みんなひよってね、それで行かなくなってるのかもしれませんね。はい、シアトルニーズのとこも本当に人いない。ちょっとチャイナボージャー行ってみようか。チャイナボージャー結構並んでるんちゃうかな。行ってみます。はい、やっぱねチャイナボージャー並んでるね。すごい大人気です。席はねまあまあ空いてるかな。これ空いてますよね。はい、チャイナボイジャーは相変わらず大人気、安定ですね。並んでます。いいねこの景色、青い空がすごい夏のディズニーって感じ。はい、ジャングルカーニバルとそれからそこのお手洗いでジャングルクルーズリバテスっていういわゆるおなじみの広場まで来ました。うん、空いてますね。混んでるとほんとこうドーンとね人すんごい並んでるんだけど、思ったほど混んでないですね。あのターキーレッグも全然空いてますね。いやもうみんな日陰にへばりついてますね。日向にいる人はもうほとんどいませんもん。はい、このアドベンチャーランドのこのゲートのこのミスト、これも焼け石に水ですね。まさに焼け石に水。はい、皆さんここでチキン買うんですけど、チキン買った後食べるとこがなくてですね、なので結構みんなねチキン買ったはいいんだけど、どこで、ね、どこで食べるなんて言って結構持て余してますね。よっしゃー、じゃあウエスタン行ってみます。はい、ナダのベンチは空いてます。はい、ウエスタン来ました。ここは光が開いてるね。んでペコスビルどうかな。ペコスビルはあれだっけ、ライチとウーロン茶のタピオカだってね、確かそれだよね。ちょっと行ってみます。ペコスビル来ました。めちゃくちゃ空いてる。この間あんなに並んでたのに。いいなぁ、ちょっとこれ買おうかな。でもちょっとご飯前なのでちょっと食レポ終わって胃袋に余裕があったら買ってみたいと思います。はい、ウエスタンランド来ました。人少な。パレードルートも全く人いませんね。これでまずカンベア、カンベアちょっと休憩がてらいいかもね。かなり休めると思います。カンベアとあとビッグサンダーマウンテン、どうだろう、俺の見立てでは30分待ちと見た。ちょっと聞いてきます。はい、今最後尾はねその辺ってことで、マークトウェインとかまだ伸びてないので意外と空いてますね。リバー25分待ちぐらいとのことでした。なのでまあ見た目の割には空いてますね。ハングルビア来ました。ハングルビア入り口、あ、少し並んでるね。今ね 5,6 人並んでる感じですね。でもテーブルはいっぱい空いてます。まあ日向は空いてるよな。いつもスルーしてるシーティングギャラリー、ちょっと久しぶりに見てみようかな。どんなもんか見てみます。あ、意外と賑わってるね。10発200円、そうだな、1、2、3、4、
5、6組並んでますね。おー、やっぱこういうアナログなゲームもたまにはいいよね。ちょっと余裕があったら並んでみたいです。はい、終電ギャラリーからですね、ちょっとウッドチャックへ行きたいんですけど、久しぶりにこのトンネル使ってみようかな。このトイレの横からトンネルがあるんですよね。ちょうどウッドチャック行くんでよかった。久しぶりに使います、このトンネル。レストルームって書いてあるんだけど、こう行くとですね、抜け道のトンネルがあるんですよね。はい、久しぶりに通ります。いやー、トンネルひんやりしてめっちゃ涼しかった。まあ、ひんやりは言い過ぎだな。まあ、日陰なんで涼しかったですね。はい、ウッドチャックへショートカット。ウッドチャックはですね、新作のかき氷って言うんですよね。いちごミルクのかき氷が売ってるんですよ。これもね、ちょっとご飯食べたらデザートがてら食べてみたいと思います。ちょっと行ってきます。どんなもんかな、様子だけ。めっちゃ空いてる。え、すげえ、食べ放題、食べ放題じゃない、並び放題。めちゃめちゃ空いてるやん。これ絶対後で来よう。はい、トモセア島ですね。トモセア島はまだ営業してないですよね。なんか営業近いかなと思ったけど、今日はトモセア島キャストもいなくてひっそり来てますね。はい、イカダも完全クローズ止まってます。ちょうど今ね、マークトゥエインが出て行ってるので閑散としますね。多分これカヌーもやってないね。多分カヌーも熱キャンだと思います。これキャストもゲストもカヌー辛いよね。うん、アトラクションではない、もう完全罰ゲームとかもなんか、うん、ちょっと罰になっちゃいますよね、これ。これは死ぬと思うな。はい、なのでカヌー中止は、はい、賢明な判断だと思います。はい、マークトゥエイン行きました。ベンチいっぱい空いてます。でも日陰は結構埋まってますね。この照り返し。はい、このウエスタンとファンタジーランドの境界線のとこ来ました。あとこれクリッターカントリーね。すごい、ホーンテッドマンションがもうここまで列が伸びてきてますね。マンション涼しいから人気あるんだろうな。はい、例のあの黒い帽子のね、夏服のキャストもいますね。はい、そしてですね、今日は食レポで実はキャプテンフックスギャレーのピザを食べたいと思います。原点回帰、やはりパークといえばピザでしょう。今日はちょっとこのピザをですね、あえて王道でね、原点回帰で食べてみたいと思います。ただね、場所がないんだよね。食レポってカメラをテーブルに置くので絶対に置かないといけないんだけど、日陰でかつですね、 iPhone が置けるようなところはもう空いてないんですよね。買ったはいいんだけど、うまくちょっとレポートできるようなところが見つからないかもしれない。どうしようかな。でも腹減ったし、ちょっと行きたいんで行きます。はい、さっきですね、キャプテンフックスギャレーでピザ買って、でこの食レポをですね、実はウッドチャックでやりました。キャプテンフックスギャレーはね、椅子とテーブルが少ないんでね、ここまで戻ってきました。で今食レポ終わったので、またまたパーク一周続けます。今時間2時半過ぎなんですけど、今一番気温ピークだと思われますね。さっきのね、インパークした12時頃と比べてもものすごい気温が上がってるのが分かります。すごい地面の照り返しもすごくて、今肌が出てるあの膝下とかですね、手の甲とかはもうヒリヒリするんですよね。暑くて、ほんと暑い。今どんなもんかというと、ちょっといいですか。あ、今もうこんなんですよ。謎ですよね、俺。日傘して帽子かぶってマスクというよくわからない、なんか野良仕事行くような感じで。でも日傘、野良仕事は日傘しないし、なんか不思議な入れ立ちでなんか、はい、動画撮ってます。謎。マスクはちょっと今はいいけど、ちょっと暑くなってきたらマスクは取ろうと思います。ちょっと感染症以前にやっぱりの
熱中症やばいです。はい、もう一度マーク・トウェインですね。何度も言うけど照り返しが本当にすごくて、今これ日傘してるからまだ俺マシなんだけど、日傘なしだと本当これやばいね。これだからね、帽子あるからまだマシですけどもね、帽子なかったら本当やばいわ。なんで日傘絶対必須ですねこれ。あー、はい、来ました。これは何だろう。あ、やっぱりマンションだ。マンションさっきもすごかったけど、相変わらずマンション今日はすごいね。カンデルのキャストが歩いてますね。カンベアは空いてそうだな。あ、ちょっと並んでるかな。マンションすごいな。あ、キャスト半袖、腕まくり。半袖かわいいよね、キャスト。ここもなんか列あるね。これなんだろう、ピーターパンだ。なんか急に混んできたよ。やっぱ2時インパークのゲストが増えたからかな。なんかさっきよりも混んでますよね。ピーターパン25分とのことです。マンション乗りたいな。マンション涼める。マンションで涼みたい。ちょっとスノーホワイトの着てみました。スノーホワイトのコツは、あ、やっぱスペークが並んでるね。そして今日風が強いですね。暑くて風が強いというね。このポップコーンワゴンは今日は閉まってますね。はい、ワゴン閉まってます。カルーセルは結構人多いですね。ヒルハーマジックはすごい並んでますね。やっぱ2時からドーンと入ったっぽいね。さっきと比べて全然やっぱりゲストの量が多いです。アリスのティーパーティーのとこ来ました。アリスも意外とゲスト多いね。そしてクイーンハートのバンクットホールは、あ、すごい空いてる。さっきね、100年フックスギャレー行っちゃったので、ちょっと今食べれないのが残念だな。めちゃめちゃ空いてるね。ほら、すぐ行けそう。はい、ピノキオのとこ来ました。ピノキオ結構並んでるね。はい、プーコーナーです。そして新エリアの、お、山が見えるね。山が見えて、ハニーハント、ハニーハント30分待ちですね。トゥーンタウン行ってみようか。ちょっとトゥーンタウン行ってみます。はい、トゥーンタウン来ました。ハニーハントの最後尾がすごい。トゥーンタウンのパレードの出入り口のディスパッチ2の方まで伸びてますね。ちょっとトゥーンタウン奥まで行ってみようか。ハニーハントすごいな、折り返してますね。ここが最後尾です。すごい。はい、ヒューディルインと来ました。結構人いますね。で、こちらがロジャーアラビカンとかね。あ、ロジャーなんか閉まってるね。ロジャー閉まってて、あとあのフォトロケーションとかね、消火器とか、あの公衆電話とか、あの端のとこ、あそこ結構人いますね。やはりここはインスタ女子が多いです。はい、ロジャーのとこ来ました。やはり皆さん日陰にへばりついてますね。はい、日の当たるところはほとんどいません。でね、日傘がちょっとね、風が強くてちょっとさせないんですよね。これはもう大変だ。あー、で、僕の方はやっぱりね、なんか自撮りとかしてる、インスタ JK 女の子で賑わってます。はい、こちらガソリンスタンドと、それからシティホールのところですね。やはり日向、日の強いところは本当にゲストいませんね。テーブル空いてても誰も座らないもんな。ヒューディルイは空いてますね。全然レジそのものは本当にね、1人か2人ぐらいしかいませんね。はい、ヒューディルイは空いてますんで、あ、すみません、失礼しました。若干並んでるね、ごめんなさい。失礼しました。ヒューディルイはね、今ね、
1,2,3,4,5,6,7 7,8 組並んでますね。なんでまあ待ち時間は5分ぐらいかな。はい、シェイブアイス、こちらみかんと梨、今だったら、限定でこちらがいいですね。こちら各キャラクターの家があるんですけども、みんなクローズしてます。唯一やってるのがガジェットのゴーコースターで、ちょっと並んでるかな。こっから見るとね、そうだな、10人20人ぐらいちょっと出てますね。まあでもあのぐらいなら5分待ちぐらいで乗れると思います。ガジェットのコースターはね、ちょうどこれ今はね、あの新エリアの美女と野獣のね、野獣のお城がね、裏側までかなり近いところまで行けるんで、新エリアオープン待てないっていう人はですね、こちらのコースター乗ってみることをお勧めします。はい、新エリア来ました。新エリアやっぱ壁んとこ写真撮れる日陰っていうことで、結構ゲストいますね。キャストのシャッターサービスはないですね。はい、ゲスト同士がみんなずれ撮ってる感じです。はい、新エリアまだオープンになりませんね。なんか一部噂ではね、10月の1日とかね、なんかね、なんかアトラクションなんか乗れるだろう乗れない乗れないだろうって噂ありましたけど、はい、今のところそういう正式発表はありませんので、まだ未定ですね。そしてここほんと暑い。ここちょっと風があんまりないので、照り返しも相まってここほんとヒリヒリするね。今帽子と日傘があるんだけど、帽子と日傘があっても暑いです。はい、トモローのウェイバックスのとこ来ました。前はここね、スペースマウンテンの最後尾があったんだけど、今日スペースマウンテン落ち着いてますね。ここまで来てない。トモローだ、トモテラ、トモテラ、トモテラはね、タピオカドリンクの新しいのがあるんだよね。あ、結構みんな持ってき持ってます。ベリーかなんかのね、ストロベリーかなの限定のタピオカあるんだよね。ちょっと軽く見てくか。はい、トモテラ来ました。涼しい。トモテラ、ここが最後尾ですね。はい、1,2,3,4,5,7,8組並んでます。タピオカ結構みんな持ってるね。はい、これですね、スパークリングタピオカティー、ピーチ&ベリー600円。これが今の旬名物です。はい、空いてますね。これね、ちょっとさっきかき氷食べてばっかりなんで、ちょっとまたにしようと思います。はい、ベイマックスの猫の自販機のとこ来ました。猫自販機かわいいよね。はい、もちがゴロゴロ言ってます。はい、来ました。なんか急列ができてんな。これアイスかな。左がなんかアイスっぽいね。左がアイスで右がスペースマウンテンじゃないかな。多分そうですよね。アイスの列、これがスペースマウンテンの列ですね。そうだ、スプマやっぱすごいね。スペースマウンテン今40分待ちとのことです。スペースマウンテンね、折り返しが多いんですけど、ソーシャルディスタンスを保ちながら列を細かく細かく折り返ししてるので、みんなゲストが何も知らずに突っ切っていったりとかですね、なんかつい話し込んでると目を離して列が進んでて合流されたりとかするので、ちょっとこれトラブルにならないか、ちょっと若干心配ですね。わかりますかね。ちょっとすごいよね。はい、バズ来ました。バズはこれ今やってないのかな。ちょっと今見合わせ中みたいですね。なんだろう、消毒タイムかな。スティッチは、スティッチはやってるね。やってるけど結構人いるな。多分スティッチもね、3分の1、4分の1ぐらいまでゲスト減らしてやってると思うので、回転悪いよね。ここ暑い。ちょっともうマスクしてるとなんか倒れそうになるぐらい、ちょっと呼吸が苦しいですね。そして見て、ショーベースが囲われている。ワンマン最終回と、いつベリーミニーのあの思い出の景色がもう見れなくなってる。はい、いよいよショーベースのクローズというか、ショーベースのリニューアル、はい、
近づいてきた感じがしますね。寂しいな。はい、ワンマンとそれからイツベリミニなどの思い出が詰まったショーベースが、もうあの景色が見れるようになっています。寂しいな。カーテン取るだけなのか、本当にもう中ガーッと、ね、完全に椅子取っ払ってしまうのか分かりませんけど、ちょっと寂しいね。はい、ちょっと端っこ着てみました。あの袖、左右の袖のところをちょっとなんかやぐら組んで、いよいよ取り壊しの準備してますね。あー寂しい、ちょっと切ないな。14時過ぎて混んできたのかし、ね、分かりませんけど、モンスターズインクの最後尾がショーベースまで来てますね。で例によってまたスターツアーズと平面交差してますね。ツアーズ乗りたいな。もしツアーズが10分待ちとかだったらツアーズ乗ってみたいと思います。どうだろう。パンギャラです。パンギャラテーブル少ないんだけど、やっぱ日の当たるところは空いてますね。日陰は混んでます。30分、ツアーズ30分はちょっと待つな。やっぱ涼しいからなんだろうな。ちょっと30分はないな。ちょっとまたにします。はい、モンスターズインクのとこ来ましたね。やっぱ14時過ぎたからかな、混んできましたね。で、これからまたワールドバザールへ戻るんですけど、なんかね、アトモスの音がするんですよ。ディズニーランドバンドはもしかしたらね、ワールドバザールの中でちょっと演奏してるかもしれないので、ちょっと行ってきます。音がしますね。行ってきます。